あ、もうすでにいる。ビジョットやしゅうだよ。いらなかったかあるっしょ。初手は多分俺あんま動かないと思う。まあ間もなく、21時半20分後になったら、始めたいと思いますので、一旦、エリアに散らばってください。あ、もうスタートの時にね、これ送られてきたとこ。デスマンテンどうすね、簡単に。ここダイヤ100個ある。あ、これ、いや、もう俺、ここのやつ回収した。ここどこだ？シンデレラ城か。あれ、シンデレラ城か。ゴンタ君の初期スタート位置はここ。和光、フィッシュの初期スタート位置はここ。オーテルの初期スタート位置はここ。グラさんの初期スタート位置はここ。ここで全員に宝箱の場所が通知された。あ、これスペースボンティンじゃない？ボンタ君が宝箱に到着。わかんないけど。あ、もうすでにいる。それとほぼ同時で、オーテルも同じ宝箱に到着。いるくね。まさかノーリアクションで宝箱を開けるボンタ君。バレた。それをずっと遠目から監視するストーカー。覗いてる。こっち見てたけど。みんなとも活発すぎだろ。こういうところで鬼来たら嫌だな。その頃、鬼陣営のバルーンは、とりあえずどこに誰が行きそうなのかをまとめよう。オッケー。で、まずオーテルから現場に出ず、引きこもり鬼となっていた。ここにあるらしい。ここにあると聞いてきましたもん。多めにいただいてやるぜ。いや、かわいそう。またいるじゃん。まさかのストーカー祭壇上。めっちゃおる。終わった。かかれこれさ、あ、わかる？それやったら多分、後々取ってくるから。だから438ダイヤの、だから500ダイヤ今、グラさんが持ってられるのだろう。500ダイヤ100円で復活できたって思ってたもん。騙されないんだ。ゴンタ君をどう捕まえるか話している鬼一同。あとは、この先にどんどん走っていけば。いや、ボンちゃん、楽しいな、追いかけっこ。いや、これ。あのさ、俺が一番びっくりしてるんだけど。ちょっと鬼しかいないの。いや、なんか、ちょっと暇だし、俺外に出てくるわって言ったら、ボンちゃん目の前におんねんもん。そりゃさ、俺だってさ、ボンちゃんいるって言うしかないやん。あ、固まってて、これ、挟み位置されるなって、俺、マジで終わったかと思った。いや、で、俺だけが来た理由を教えてあげましょう。
すがに早くに捕まりすぎと言われて言われまして、まあ、ちょっと復活ゲームがあったわけです。あれで、まあ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 、とりあえず、俺と、あと一人誰が復活するかわかんない。ぶっちゃけ。ああ。もう一人は復活すると。で、まあ多分、今それやられてる。だから、大鶴さんって方が呼び戻されてた。残り18時間54分35秒ボンタ君確保。これにて100時間鬼ごっこが幕を閉じたのであった。待って、めっちゃおる。終わった終わった